こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はミートピアやっていきます。前回最後の方でゲームチケットを使ってルーレットやってみたんですが、今回もですね、最初ルーレットやってみたいと思います。やった時にペアチケットとかだと同部屋の子ずつで行くみたいだったので、今回はね、ここ入れ替えしてやってみます。あ、ケーキちゃんはスティック高かった。いちごコーデ欲しいみたい。高い。お金がないくて買えない。ごめんね。今ね、あんまりお金がないんですよね。ずっと金欠みたいになってるんですが、ゲームコーナー行ってみたいと思います。ここのね、ルーレットの中に帽子と服があるので、これが当たれば私が欲しいやつ。今回は何が当たるかな。あ、これはアメちゃん、おめでとう。 MP アメゲット。もう一回やってみよう。貯めて一気に今度やってみるのもありですね。旅行 OK。 通りスキル、これ経験値ちょっとのところに止まりそうですね。はい、経験値をちょっともらいました。誰にあげる？今の経験値だとケーキが少ないからケーキちゃんかな。はい、レベルアップ、やったね。これでみんなにちょっとずつ追いついたよ。魔法も覚えました。いいえ、では出発しよう。さあ行こう。ケーキちゃんもね、任せて。これで4人、みんなと仲良し度ちょっとずつ回しながら上げていけないとですね。それでは先にね、行っていた道の方に行ってみます。一個ずつ行ってみよう。行くよ。なんかすごい、なんか女子女子感じ。ご飯美味しかった。それは良かった。女子旅になってる。お、宝箱開けよう。応援メガホンが入っていた。チャチャチャがもらった。応援メガホン持とう。攻撃力上がるよ。マイクからメガホンに変わりましたね。お金欲しいな。そうだね、それ久しぶりに聞いた。いや、なんかみんな宿屋でギルマーク出てるじゃん。お、来た、ゴブリン。戦う。技使おう、技。え、これ行くよ。真ん中ジャンプ切り。よし、来た。手応えあり。あ、チャーちゃんいいとこ見せてくれるの。すごい、新しい技、ケーキファイヤー、ファイヤー。すごい、どうだ。ケーキがファイヤーを使う。これなんかシャントット的立場にしといた方が良かったかもしれないとふと今思うね。無事でよかった。レベルアップ。ちょっとずつレベルアップしていきますね。ゴブリンハムもゲット。さあ進んでいきましょう。ちょっと夕方になってきてるよ。宿屋発見。よーし。イン。じゃあ今回はね、好きレベルもここでアップしてるから。お、ちょっと気になるレベル3。アドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。やったー。口開けて寝てた。あ、だらだらしてるね。いちごの部屋に行きたいな。じゃあちょっと変えてみよっか。みんなの様子にしてここで変えてみよう。で、なんかあった？特訓を重ねることが成果につながる。トレーニングだ。おお、腹筋してる。すごいシンクロ率、気持ちいい。ね、二人の絆が共鳴する。うわー、スキルビルがめっちゃアップしてる。お、レベル3、アドバイス、こっちも覚えましたね。やったー。こうやってちょっとずついけるんだね。ここまだなんだね。じゃあもうちょっとこのままにしよう。お金欲しい人がいっぱいいる。アメちゃん欲しいんだ。
飴あげるよ。 MP 飴1個買ってきた。えらい、私のやつとかまだ買えない、お金がないからまだ買えない、ごめんね。そしてお腹空いてるんだ私。はい、 OK、 ご飯、攻撃がアップした。さあご飯はありません。また取った時に行ってみよう。もう一箇所、右に行ったから今度は逆側、こっちを制覇します。さあ何が待ち受けていくのか、行くよ。どんどん進んでいく。犬撫でたいな。へえ、犬好きなの？私猫派。犬も好きだけど猫派。戦うのやだな。まだまだだね。まだまだだねって。会話が若干おかしい。お、買おう買おうこれ。ひえ、何？ボス、ボスみたいな感じ。ロックのマークと黙々二体。よし頑張ろう。ファイヤー。アンコール、もう一回ファイヤーだね。オッケー。ケーキの行動はファイヤー。33人、どうだ、うまいぞ。ケーキ美味しいぞ。戦う、黙々先にしよう。天然行動でこれマークに当たるやつだ。これおい、まあ油断してるからいいのか。痛いよ痛いよ。ケーキ、初めての食事、 HP バナナ、もぐもぐ、おいしい。アンコール、 OK、 もう一回攻撃できる。戦おう。う、あ、戦う魔法とかの方がいいよね。こっち、いちごにいいとこ見せたい。ジャンプ切り。ダイスどうする？戦おう。いちごにいいとこ見せたい。浮気症だな私。うん、黙黙が。お、新しい技、回復料理。うん、デリシャス、召し上がれ。もぐもぐ、うまい、ごちそうさま。こうやってあげてくれるんだね。みんな大丈夫？チャーちゃん HP バナナ食べてる。回復よかった。ケーキは MP の回復、初めての食事。アメちゃんペロペロ。 MP 回復、初めてのマイペース、本気を出す。マイペース、珍しくやる気だいちごちゃん。うん、デリシャス。もぐもぐ、自分で食べるの？ごちそうさま。あ、そういうこと、自分で食べちゃった。どうする、戦うよ。天然行動で黙々の方に当たりに行くんだ。間違えて黙々に。痛い、みんなごめん。ケーキが、神の力の目覚め。何、命のふりかけの力が目覚めた。命のふりかけの力は不思議な粉をふりかけて倒れたミーを復活させる。ほっほっほっほ、 HP がなくなってしまったか。そうなるともうおしまい、戦えないのだ。しかし、なんと命のふりかけで復活させられるぞ。命のふりかけは貴重なものだ、大切に使ってくれ。ほっほっほ、一個だけあるんだ。さあ回復、よし、ケーキが戻った。 MP ふりかけはちょっともらう、でもあんまり関係ないか。はい、ありがとう。ここもちょっと使おう。よしよし、みんなちょっとずつ回復させて。そしてまずい、頑張ってみんな。わ、黙々強いよ。私 HP ないよ。ありゃありゃありゃ、もう一度、初めてのマイペース高校、後ろに隠れる。え、マイペース、うおー、ちょっとケーキちゃんの後ろに隠れてるよ。マジで？いちごちゃん。その行動するんだ。回復、いちごの行動、初めてのマイペース、怠ける。いちごちゃんは
なんか怠けるのとか隠れるのとかあるみたいだね。でも召し上がれしてあげてるからいいのか。ごちそうさま。ファイヤー。どうだ。お、初めての元気行動ハッスル。元気いくよ。うお、強っ。痛いって言ってる。やっほー、いけてる。やれやれ、戻っていったね。顔ちょーちゃん強い。汗かいちゃったよよし、レベルアップ。ケーキもレベルアップ。ボーナス経験値にプラス58。これどうしよっか。自分にしとこう、とりあえず。お、岩石チョコ、チョコがレアになってた。いやー、これで宿屋かな。宿屋見つけたぜ。イエッサー。これで回復ができますね。スキルアップしてる。お、いいことですね。うんうん。レベル4。気遣うを覚えた。相手がダメージ受けたら慰める。大丈夫？くはー。起きたぜ。あれ？なんか二人でうたた寝してますね。ということで今回はここで終わっていこうと思います。仲間も4人になりました。んー、また大魔王コートに会うことがあるのかちょっとわかりませんが、旅の途中で出会った時にはね、またリザさん出てきてくれるかなっていうのも楽しみにしながら進めていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!